どうも、漫画家をもう一度目指しています。いつもはどのいつもです。はい、じゃあまずは、丸を描いていきましょう。これは当たりになりますね。はい、当たりなのであまり正確に描かなくても大丈夫ですよ。はい、こんな感じですね。でちょっと右向きみたいな感じですね。はい、こんな感じでいきましょう。はい、で、まずは左目から描いていきましょうね。左目なんですけども、ひらがなのへをイメージしてちょっと描いてみてください。それを逆にした感じで、ちょっと難しいですかね。はい、こんな感じで。で次は下ですね。下は、その前にここの方をちょっと、ここの方に下線をちょっとだけやっておきましょう。でここに向かって目頭からへこませながらいきます。はい、ちょっと薄めみたいな感じですね。はい、へこませながら、でちょっと難しくなったらここから目尻側から引いても OK です。はい、こんな感じですね。で、この線をちょっとだけ飛び出してみましょう。はい、こんな感じですね。で、次に、二重の線ですね。二重の線は上まぶたをの上を行くような感じで、はい、こんな感じですね。はい、どうでしょうか、大丈夫でしょうか。でこっちの方にちょっと眼球の線を下に描いておきましょう。で次に、右目ですね。大体ここら辺ですかね。はい、ここら辺で、まずはちょっと斜め線を描きます。はい、で次はまた先ほどのへの逆をイメージして描くような感じですね。はい、への逆になってますよね。大体このぐらいですかね。こっちよりはちょっとだけ幅が短くなってますね。はい、でこのぐらいまで描いて、次はここの方からちょっと丸みを帯びてちょっと膨らんでるような感じで下の方に線を引きます。はい、これは目の眼球ですね。眼球でここぐらいですかね。はい、やります。でですね、目頭からまたこちらに向かって引きます。またその際はまたさっきのようにちょっとこっちはこのぐらいにして、次からへこませながらこちらに向かっていきます。へこませながら、そしてまた上がるというような感じで、でですね、次は二重の線ですね。二重の線はこの目頭の線からぐっとなんか、曲線を描きます。はい、
でこっちに合流するような感じですね。こちらから京都やってのでこっちに合流というような感じですね。はいはい、大丈夫でしょうか。で、自分の見た感じなんですけど、長野芽衣さんは、向かって右側の目は左目と比べると少し大きいような感じするんですよね。それを意識するといいかもしれないですね。で次が黒目ですね、はい、黒目はだいたいここら辺から、はい、こんな感じで黒目を描いてみてください。でこちらはこれで OK です。はい、はい、で、次は、まつげ描いていきましょうか。まつげは本当簡単で、ここぐらいからただ上まぶたを何回かなぞって濃くすればいいだけのことです。また何回かのなぞっていけば太くにもなりますので、はいはい、こんな感じ でちょっとまつげなんでちょっと目尻の方で跳ねるとかっていうのもいいですね。はい、こんな感じですかね。でもしあれでしたら、ちょっとだけはい、まつげのちょんちょんと入れました。で右側もだいたいここぐらいから上まぶたの線だけですね。眼球のところはちょっと、眼球のところもちょっとやった方がいいかもしれない。この線に沿って何回か塗りましょう。でこんな感じ でこっちもちょっと濃くしましょうか。はい、濃くしてで、ここのまつげはこのぐらいでここの方をちょんちょんとしましょうね。はい、でちょっと下の方がちょっと線が出てるのでちょっと修正します。はい、こんな感じですね。はい、で、黒目をちょっと塗りましょうね。ちょっと自分のおすすめの塗り方でいきます。黒目の中心を黒く塗りつぶして、はい、塗りつぶしていいかな。で光の丸を作ります。でこちらもだいたい同じぐらいのところに丸を作ります。で光は塗りつぶさないように全体を軽く塗りつぶします。その際はこの黒目が、分かる程度の濃さでお願いします。でこちらも同じように、はい、で黒目のこの輪郭といいますか輪っかを、なぞってちょっと輪郭を分かるようにします。すると結構良くなるんですよね。これだけでも結構いいですよ。はい、で次は鼻ですね。はい、長野さんの鼻は結構、丸くて大きいような感じなんですけど、実際の鼻よりは小さく描いてください。その方が綺麗に描けれます。はい、丸で当たりをつけて、はい、このぐらいですね。で丸を利用して、鼻の穴を表現します。こんな感じですね。で、こっちこんな感じですかね。はい、で、
小花なんですけども、今回はこのぐらいでいいかなと、はい、思うんですけど、極力小花とかは描かない方がいいんじゃないかなと自分は思います。はい、で、眉ですね、眉はですね、だいたいこのぐらいの目と眉の間はだいたいこのぐらいですかね。ちょっと当たりをつけて、で自分はこんな感じで下から上というような感じで描いていきます。結構、太いような感じしますよね。このぐらいですかね。はい、で、左側もだいたいこっちぐらいからですかね、目頭の上ぐらいからですかね。でちょっと左側はやっぱり描きにくくなるので、髪を動かして自分が描きやすい位置にして描きましょう。目尻に向かうんですけども、それにつれて、だんだん太くなるというような感じで、また細くなるというような感じですね。はい、こんな感じですね。はい、これでどうでしょうか。はい、で次が口ですね。口は結構またチャームポイントですよね。だいたい口のぷくっとしてるところがありますよね、中心のところ。そこが結構長野さんはチャームポイントかなと勝手に思ってるんですけど、はい、こっちでちょっとぷくっとさせて、でこれですかね、ちょっと跳ねるような感じですかね。はい、でこちらも同じような感じで、一応自分はアルファベットの M を潰したような、ぺっちゃんこにしたようなのをイメージして、だいたい唇は描きます。はい、こんな感じですね。はい、で上唇のところはちょっと厚いですよね、長野さん。だいたい上唇はこのぐらいですね。で唇と鼻との間は狭めると、狭めるだけでも可愛いイラストとか綺麗なイラストになりますんで、そこは結構覚えとくと他のイラストでも使えるかと思います。でこっちら辺ですね、下唇のところもやって、でこれも、こちら辺からこういった曲線で描いてみましょうか。はい、で丸みを帯びて の軽く、はい、こんな感じですね。で、輪郭ですね、だいたい顎の位置を決めます。このぐらいですかね。はい、で輪郭なんですけど、右側から描きましょうか。ですね、まぶたのところはちょっとへこむような感じですね。膨らんでの目尻のところでちょっとへこみの、はい、でまた目尻のところからまた上がるっていうような、膨らむというような感じですね。で頬骨のところから今度はだんだんとへこんで顎の方に向かうというような感じですね。で、
できたらちょっと難しいんですけど、自分もちょっと難しいんですけど、口元と同じぐらいのところになると、ちょっとこうやってちょっとだけ膨らむような線を新たに足して、で後でまた消しゴムで修正してがいいので、ちょっと膨らむというような感じでやって、でまたここから顎に向かってちょっとへっこみながら顎のこの丸みをまた膨らますというような感じですね。ちょっと こっちはなかなか難しいんですけど、はい、ちょっと消し込んで修正しましょうね。修正してちょっと先ほどの線をなぞりましょう。ちょっとこれ難しいですかね。でもゆっくりやれば本当わかると思うので大丈夫です、できます。で、大体左側の、輪郭なんですけど、大体ここら辺ですかね。口元と同じぐらいの高さですね。そこからちょっとそこから、顎に向かって線をちょっと丸みを帯びながら膨らみながら引いていきましょう、はい、こんな感じですね。はい、どうでしょうか。で耳ですね。耳はちょっともう耳の形とかはもう適当なんですけれども、だいたい目の高さと同じぐらいのところに耳を描いてみましょうか。ちょっと耳のシワとか難しいですよね。もう本当に耳の形さえしてればいいので、この外側だけで表現しても大丈夫です、はい、このシワまで綺麗に描こうと思わないでも大丈夫ですよ。はい、次はですね、髪ですね。髪はですね、ちょっと一応おでこはここら辺というような感じで考えておきましょうか、はい、で前髪ですね。前髪をちょっとこの眉と同じぐらいの高さで止まるような感じで前髪をちょっと何本か線引いてやってみましょうか。これはもう難しいんですけど適当でいいです。適当に線を引くだけで、こんな感じですかね。横側の髪ですね。横側の髪は一応、ポニーテールみたいな感じで、描くので、あ、これもちろんあれですよ、自分も模写なので、皆さんもたくさん模写してください。模写が本当に絵がうまくなる練習になるので、はい、でこんな感じですね。で前髪はこうやってやっての、で次はですね、
応前髪がこんな感じであるような感じですね。で後ろですね、後ろはですねこの山ですか、ここら辺から、この前髪の線とは別に描くというような感じで、で、頭を考えてちょっと描いていきましょう。大体このぐらいですかね。一応ポニーテールなんで結構縛ってますよね。で前髪こんな感じで、はい、こんな感じですね。で、ちょっと首もなんか首の線も描いて、で髪もポニーテールの髪ですね、髪もちょっと膨らませてこうやってやりましょう。はい、これでもう完成ですね。あとはいらない線を消せば OK です。あ、鼻ですね。鼻はですね、今回この辺りの、丸の線なんですけど、全部は消さないで、さっきも言ったようにあの長野さんのお鼻は丸っぽくてちょっとだけ大きいですよね。なのでこの辺りのこの丸の線がちょうどいい具合にその表現されるんですよね。鼻の大きさって言いますか。これはもう一応自分はこんな感じかなと。皆さんもあの皆さんの好みではその当たりの丸は消してくださいね。はい、大体自分はこんな感じですかね。はいはい、これで完成です。いつもアート。はい、いかがだったでしょうか。長野めいさんっぽいイラストの描き方動画でした。はい、ちょっと難しいところが結構ありましたが、ゆっくりやっていけば、絶対描けれますので、はい、皆さん挑戦してみてください。そして、リアル寄りの絵も、どうか好きになってください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければこの動画に対するコメントなどいただけましたら本当に嬉しくて助かります。そしてまたチャンネル登録の方もどうかよろしくお願いいたします。無謀な挑戦ですが今年中にどうにか1000人突破したいと思って、頑張って突破しています。はい、よろしくお願いいたします。ではいつもでした。